ローラースケートを履いてのパフォーマンスが斬新で、80年代後半から90年代前半にかけて社会現象となったヒカルの元メンバー、赤坂明さんについてご紹介します。赤坂明さんは1973年5月8日に東京都国立市で誕生されました。彫りの深い炭性な顔立ちから、 ハーフと思われることも多い赤坂さんですが、ご両親とも純粋な日本人だそうです。兄弟は姉、兄、妹がおられます。赤坂さんはジャニーズ事務所に入る前、1984年から1986年の3年間、榊原郁恵さんが主演を務めるミュージカルピーターパンに、 ジョン役として舞台に立っていました。中学生になると、姉が履歴書を送ったことがきっかけで、ジャニーズジュニアのオーディションを受けることになり、14歳でジャニーズ事務所に入所。この時のオーディションは、元スマップの中井正宏さんも受けに来ていたそうです。赤坂さんは、社長のジャニーさんから期待され、 ジャニーズジュニアとしての期間をほとんど経験しないまま、入所後半年ほどでヒカルのメンバーに抜擢されました。そのため、4回目となるピーターパンへの出演依頼が来ても、ヒカルの活動が優先となり、辞退せざるを得ませんでした。断った理由は他にもあって、身長が坂木原さんより高くなり、 呪役が合わなくなったと感じていたようです。ヒカルはデビューしてすぐ爆発的な人気となり、様々な社会現象を起こしています。例えば、赤坂さんの中学の修学旅行には、情報を入手したファンが大勢追っかけてきて、ちょっとした騒動となりました。また、結成当時、 赤坂さんは14歳、同メンバーの佐藤敦弘さんは13歳だったので、労働基準法により夜8時から朝5時は働けず、夜遅い生放送にはこの二人を除いた5人で出演していたところ、ファンからの苦情が殺到し、ついに法が改正されることとなります。歌や演技などの表現者には、 労働基準法を適用しないと定められたのです。これは光源氏通達とも呼ばれ、赤坂さんたちには日本の法律を変えるほどの勢いと人気があったことを示しています。やがて中学を卒業し、高校は堀越学園に進学しました。同級生には光源氏メンバーだった佐藤敦弘さんや、 元スマップの稲垣五郎さん、女優の深津恵里さんなどがいます。この高校で2年上の先輩だった後の奥さんと出会い、交際が始まりました。高校を卒業後は、アジア大学経営学部経営学科に進学し、ジャニーズ初の大学進学者となりますが、仕事が多忙だったため中退しています。 デビュー以来、ファンクラブの会員数や、コンサートチケット倍率など、すべてにおいて規格外の記録を打ち立てた光源氏でしたが、1994年に大沢みきおさんと佐藤博之さんが脱退し、残りのメンバーで、光源氏スーパーファイブと改名し、活動し始めたものの、こちらも翌年の1995年に解散となりました。 解散後も赤坂さんはジャニーズ事務所に残り、俳優として活躍の場を広げていきます。それから数年経った2001年、高校の時から交際していた彼女と結婚し、翌2002年6月に長男が生まれました。講師ともに順調に思われた赤坂さん。突然、 覚醒剤取締法違反で現行犯逮捕されてしまいます。事件の概要は2007年10月28日午前1時頃、東池袋の路上を一人で歩いていた赤坂さんがパトロール中の警官から不自然に視線を逸らしたため職務質問を受け、ポケットから覚醒剤 1g と器具が見つかったというものでした。 供述ではストレスがあったと述べており、同年3月に離婚したことや、父親の難病などがその原因ではないかと言われています。さらに赤坂さんは離婚後の4月頃から常用していたことを認め、事態を重く見た事務所は彼を懲戒解雇することに決めました。この事件で、 執行猶予の有罪判決を受けた赤坂さんは芸能界を引退し飲食店を立ち上げて生計を立てていましたが執行猶予期間中の2009年12月29日宿泊中の都内のホテルで再び逮捕されてしまいます執行猶予は取り消され2010年3月に 懲役1年6ヶ月の実刑判決が下ると、週間中に父親が亡くなってしまうのでした。父親はもともと、多系統萎縮症という筋肉が硬くなって運動障害や体内プロセスの機能不全を引き起こす難病を患っており、助からないことは分かっていたらしいのですが、赤坂さんの事件で容体が急速に悪化し、 式を悟った父親は、俺はもうダメだから、明を助けてやってくれ、と母親に言い残したそうです。この父の最後の言葉は赤坂さんの心に響いて、以来薬物とはきっぱり縁を切りました。出所後は保護観察所が斡旋する仕事や、バーの雇われ店長などを経て、2015年8月に、 舞台、にらいかないウロボロスの宝玉で俳優に復帰します。これから再び芸能界でバリバリやっていくのかと思われたのですが、同年11月に沖縄県宮古島に移住し、焼肉店、焼肉料理バー、琥珀を開業しました。移住したのは旅行がきっかけで宮古島が好きになり、 ここで新しいことに挑戦したいと思ったからとのことです。以前から同性の噂があった女性を引き連れての移住だったため、小持ちの人妻と不倫逃避行などと報道されましたが、ただのビジネスパートナーで男女の関係はないと強く否定しています。ようやく店も軌道に乗った2018年、新曲 夢の続きが配信リリースされ、その記念公演として赤坂さんのソロライブが吉祥寺のライブハウスで行われました。ライブにはドラマホテルの共演者や赤坂さんの母親も駆けつけ、大盛況に終わっています。このライブの少し前から奥さんが引き取っていた息子さんが宮古島に来て、 赤坂さんと一緒に暮らすようになっていました。よほど嬉しかったのか、赤坂さんはライブでもその話をされています。息子さんは、宮古総合実業高等学校に通い、のびのびとした生活を送っていたようです。目立つことが好きで、何かで一番になりたいと考えていた息子さんは、高校入学と同時に、 ラートというスポーツに出会って、これだと思ったそうです。ラートとは、二本の鉄の輪を平行につないだ器具を使って、いろんな体操を行う競技で、ヨーロッパではとても人気のあるスポーツの一つです。赤坂さんに似て、長身で細身の体型である息子さんは、ラート競技に向いていたのでしょう。 高校2年生になると、全国大会で1位を取るまでになりました。全日本ラート競技選手権大会ジュニアの部で日本代表にも選ばれ、ニューヨークの世界大会に出場する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大で大会が中止になり、現在は駿河台大,大学スポーツ科学部で体育の教員になる勉強をしながら、 世界大会出場のリベンジに向けてラートの練習に励んでいます。大学生となった息子と再び離れて暮らす赤坂さん。50歳を迎えた現在も歌詞活動は順調なようです。たびたび光源氏の再結成が話題に上りますが、実際のところどうなんでしょうか。2015年頃は、 メンバーとは連絡を取り合っていないと言っていた赤坂さんですが、2018年のライブでは、昨年、諸星くんが手配したお店でメンバー7人が集まったと話しており、2019年のライブには、諸星和美さんがゲストで登場するなど、再結成への機運は高まっているように見えます。赤坂さんとしては、メンバー全員前向きで、 じゃあやろうよというのは可能と考えている様子。ただ、ジャニーズ事務所に残留したメンバーと対処したメンバーがあり、現状のままでの再結成は難しそうです。二度にわたる逮捕と芸能人として致命的な失敗を犯しながらも、多くのファンが応援し続けた赤坂さん。見事に復活され、 これからの活躍がますます期待されます。最後までご視聴いただきありがとうございました。